今回は Android Wear の最新 OS バージョン Android 6.0.1 ソフトウェアバージョン 1.4 で追加された新しいジェスチャー操作機能をご紹介させていただきます。Android Wear には2015年6月頃に配信された Android 5.1.1 ソフトウェアバージョン 1.3 で初めてジェスチャー操作機能が追加され、手首を前後にフリップすることでナウカードをスクロールすることができるようになっていました。今回ご紹介させていただく Android 6.0.1 ソフトウェアバージョン 1.4 では手首をフリップしてスクロールできる範囲が設定項目やアプリドロワーまで拡張され、さらに腕を下にノックすると決定、上にノックすると戻るの新しいジェスチャー操作が追加されました。活用例としては、1、下にノックしてドロワーを開く、2、下にノックして設定を開く、3、手首をフリップしてフォントサイズまで移動、4、下にノックしてフォントサイズを選択、5、手首をフリップして変更するフォントサイズを選択、6、下にノックして決定、7、上にノックしてウォッチフェイスに戻る。以上の操作でフォントサイズを変更してウォッチフェイスに戻るまでを画面を一切タッチせずに行うことができます。もちろん手首フリップでアプリドロワーをスクロールし、ノック操作でアプリを開くこともできます。以上、 Android Wear の最新 OS バージョン Android 6.0.1 ソフトウェアバージョン 1.4 に追加された新しいジェスチャー操作機能のご紹介でした。